三菱東京 UFJ 銀行が来年の春にも銀行名を三菱 UFJ 銀行に変更する方向で最終調整していることがわかりました三菱東京 UFJ 銀行は2006年に東京三菱銀行と UFJ 銀行が合併して誕生しましたただ現在の名前は長すぎるなどの声もあったことから来年の春にも東京を取り三菱 UFJ 銀行に変える方向で調整しています 持株会社はすでに三菱 UFJ フィナンシャルグループになっていて、これに揃えた形です。旧東京銀行はかつて日本で唯一の外国為替銀行として営業していましたが、合併から20年余りで東京という名前が消えることになります。